皆さんこんにちは、荒川優斗です。今日は犬吠埼灯台に来てて、ちょっと霧が濃いんですけど、これから撮影しようと思います。今ちょっと海岸沿いのところにちょっと降りてきたんですけど、波が結構強いですね。なんか何かの撮影してるみたいですね。